ノムさんのキャンプ道具ベスト10を行います。山をちょっと2年前ぐらい、はい、サンリオ購入して、僕今もうほんとまさにずっと探したんですよ。これもう多分帰り買ってます。このサイズだって売ってます？相当珍しくないですか？ちょっとじゃ あのせっかくなんでもう少しいろいろ聞きたいんですけど、はい、それ靴かっこいいですよね。それどこなんですか？靴はこれダナー。ダナー、ここの素材なんかこう特殊なと、はい、これもなんかヘリノックスのコラボかなんかで。あ、ヘリノックスなんですね、はい、高そうですね。いくらしたんだか覚えてないんですけど、はい、最近こう3、4年ぐらい、なんかそのグッズをいっぱい、グッズっていうか集めて、コラボしてるのを買ってた時期に買いまくってたわけですね、はい、ただまだキャンプはやってなかったですね。あ、そうなんですか。もともとファッションからですね。そうですね。ファッションとして買ったんですけど、まあ、今はキャンプするときは使ってます。ありがとうございます。じゃあちょっとこっち あのこれ中なんですけど、はい、どんな感じで、中はあそこにマットを引いてるんですか？そうですね、今下にマット引いて、はい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 、まあ夏なんて、まあ、この薄い寝袋でいいかな、うんうん、あ、もう1枚だけ、はい、あ、確かにこう見ると奥にもまあ荷物しまいますね。全然しまいます。雨とか降ったりしたら、はい、で中に一つ LED があって、はい、でここにもありますよね LED。 あ、そうです、ありがとうございます。ちょっとじゃ あのこの焚き火台、このメインで使われている、はい、これはどこのなんですか？これはなんだっけな、ウルフ&グリズリーかな。ウルフ&グリズリーのファイヤーセーフってやつかな。これもなんか直火っぽくできる、はい、確かに確かに、なんかこれ使ってます、うん、これは、あ、下はここが火床ってことですね。あ、そうっす。でこれ小さくなる、これも小さくなります。こう外して、はい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 、なるほどなるほど。これもあ、もうじゃあバックパックに普通にスッと入れられるサイズになるわけですね。入れて持っていけるん で展開も早いですもんね、はい、開くだけですもんね。広げてみたい。なるほどなるほど。じゃあ焚き火台はもうこれとこれで基本いってるって感じですか？そうですね、まあ、山行くともう焚き火台も出さないんですけど、あ、まあ、直火でやるわけですね、はい、キャンプ場だと直火できないところ、うんうんうん、まあ確かに確かに。でその時はこれ使う。あ、で五徳は？五徳はそれはブッシュグラフトさんの五徳。はいはいはい。あの軽いやつですかね。あ、そうです。チタンとかですよね、確かこれ。あ、を使ってると。これもまあ毎回持ち歩いて、うんうんうん、まあ、どこでもパパッと受ける。そうかそうか、まあ、直火とかでも使いやすいですもんね、はい、これ、はい、あ、なるほど。で、まあ、テーブルが、テーブルもまあこれ外のテーブル。これも軽いんで、はい、うんうんうん、これもまあこの焚き火台と一緒に、はい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 、あ、横にね、はい、入れられて。でちょっと気になったのが、あの巾着みたいな、それどうしたんですか？これは火起こしセットです。あ、火起こし、はい、その巾着はそれ買ったんですか？これは自分で作りました。あ、作ったんですか、はい、え、いや、あの今日一組目取材した方が作ってたんですよ。あ、そうなんですか、ね、同じの。これ結構簡単に作れます。あの、まさかぐらい同じっすよすごい。いや、だから僕なんか今知り合いなのかなと思ってたんですよ。わ、全然違います。そんなことないんですね、はい、川ですよね。川です。丸く切って、はい、等間隔に穴開けて、穴開けてですよね。全く一緒のこと言ってました。なんかまあ型紙作って。あ、そうなんですね。やっぱりブッシュクラフトの人の中でやっぱこう情報源が一緒だから、やっぱ。ああ、まあそうですね、うん。やることがまあみんな同じになるかもしれないです。あ、それ一個ずつ見ていってもいいですか？まずそれが、これ火打ち石と、これでこう、はい、これで火を。ああ、本当だ。あ、ちょ、もういいですか？
でそれを火をどこにつけるんですか。でまあ朝、まあ、朝の前にチャークを吸っていう、はい、はい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 、そのチャークロースも作るんですか。いやこれはもうちょっと作るのがめんどくさい、うん、買っちゃってます。買って、はい、それを持ってそれに火を移して、そうですね。でまあこの朝ほぐしたやつに、えすぐできます。ちょっと最近ちょっとやってない。あそうなんですか。時間のある時にやってる。あそういうことですね。あ、はいはい、まあ、ここに入れて、うんうんうん、でこれで拭いて、うんうん、まあ、落ち葉とか溜めといて、はい、まあ、火がついたらうまく、はい、あいいですね。でも山でそういうのやるのは。そうですね、あののんびりしてる時で、うんうんうん、ぼーっとしてたりとか、はい、時間のある時はまあなるべくこういうので遊んだりはしてます。なるほどね。なんか、まあ、主に一人の時ですよね、うんうんうん、なんかグルキャンとか、はい、まあ、ソログルとかやってると、まあ、話したりもしてる。ああ、そうかそうか、まあ、ちゃちゃっとできる感じで。そうそうそう。で、じゃあちょっとこれいいですか。はい、こいつがこれがカストロム。かっこいいですねこれ。これはどこだっけな、スウェーデンか。これもいかついですね。これもいかついですね。まあ、フルタンクなんで、まあ、バトニングもこれでできるし、うんうんうん、高そうですね。2万以上しますよ。海外で買ったんで、うん、もうちょっと安かったと思います。当時で1万7000円ぐらいだったのかな、日本円する。はいはいはい、はい、ナイフはまあもちろんあると便利な、うんうん、この1個だけナイフは基本、ナイフも7本ぐらい7本ぐらいあるんですね。あるんですけど、はい、まあ、基本今これを使ってます。これをメインで使ってます、はい、でまあこれはグレンスフォッシュですか、はい、うん、これはが今一番使ってます。あ、そうなんですね。なんかもうバトニングするのもちょっとめんどくさいので、うん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 、斧で全部割って、うん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 、いけますもんね。やってます。なんでこれさえあれば、まあ、ぶっちゃけナイフあんまり出さないかな、はい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 、料理するときぐらい、うん、なるほど。で、飲むやつがクックさん。あ、そうですね。あれは買ったやつ。これ買ったやつですね、うん、雰囲気ありますね。なんかまあ朝とかコーヒーとか飲むときに、うん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 、まあ、使うぐらい、うん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 、まあ、言うてそんなに出番はないんですけど、あ朝ぐらいです。でもなんか、まあ、雰囲気が、ね、あると可愛い、まあ、ちょっとねこれはこれで、まあ、実用性も雰囲気もありますけど、はい、まあ、こっちの方がより自然って感じですもんね。なるほどね。どう使って ありがとうございます。ちょっとじゃあ最後にあの車ちょっとお聞きしてもいいですか。いいっすね、あれですよね、はい、はい、すいません。ちょっとじゃあ こちらは FJ クルーザー。 FJ クルーザー、はい、もう長く乗ってるんですか。これは5年ぐらいかな。5年、はい、じゃあまあファッションでこうハマってた時に。あ、そうですね。別にアウトドアのために買ったわけではないですよね。そうですね。フォルムが可愛いっていうので最初買って、うーん、知り合いにちょっと FJ クルーザー欲しいって言って、はい、ちょっと車屋さんに頼んだら、はいはい、まあ、いいのが見つかったっていう。へえ。なんでぶっちゃけそんなに自分ではいじってない。あ、そうなんですか。もともと結構いろいろいじって、最初からいじられてるんですね、はい。まあ、例えばホイールとか。あ、そうですね。ホイールもリフトアップもしてて、上げて、はい、うん、あ、ここも変わってません？これ。そうですね。だってね、あっちと全部黒くなってます。あ、そうなんですね。まあ、本当だ。で、上もついてると。上もついてます、ね。あ、これなんかこのミラーかっこいいですね。この貼ってるのも。ここも貼ってありました、ね。これ、ま、要するにマジックミラー的な、あ、多分そうだと思う。感じになってますよね。はい、いいっすね、これ。かっこいいっすね。はい、あ、なるほど、はあ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 、これあの上使うこととかあるんですか。いや、ほとんど、まあ、冬になって友達となんかまあグルキャンでちょっと多めに持っていくときは使うんですけど、うん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 、まあ、実際結構入らないんですよ。あ、って言いますもんね。後ろがもうめっちゃ狭いんで、今はそんな荷物入ってないんですけど。あ、本当だ。確かにこれは、あ、で今めっちゃあるじゃないですか。あ、しかもペリカンがありますよ、はい、これ何入ってますか。これ今氷だけ入れてます。氷とちょっと酒入れてます。あ、これクーラーですか。クーラーです。ペリカンの、はい、ペリカンクーラーある。ペリカンのクーラーボックスです。え、ちょっと見れてるか、これどんな感じかいいですか。初めて見ました。あ、
あ、すごい、めっちゃごてですね。ちょっとしたものを今入れてるんですけど、はい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 、これ高いんじゃないですか。これは5万以上しますよね。5万ぐらいですか。そんなしなかったかと思います。結構前に買ったんですけど、はいはいはい、まあ、だってあれですもんね、カメラのケースとかするよね。あ、そうですね、基本的になんかそういう荷物系ですよね。機材とかを運ぶやつですもんね、はいはい、なんか音楽やってる友達が多くて、はい、でそれでなんかペリカンよく使ってて、はい、あ、楽器とかですね。そうですそうです。確かに。でまあなんかペリカンのクーラーボックスだったんで、んこれはちょっとかっこいいなと思って買ったんです。あ、いや、これめっちゃかっこいいです。で20リットル。20リットル。あ、でも他にまあこまごま、まあいつでも使えるものを置いといて、なんかタープとか、うんうん、他にタープとかハンモックとか、うん、ただまあソロドーム2つあるじゃないですか、はい、ソロドームもここの、あ、入れてるんですね、はい、じゃあ基本的にはその家に持ち運ぶんじゃなくて車に置いといて。そうですね、倉庫がパンパンになりすぎちゃって。ああ、そうか、倉庫はまたあるんですね。そうかそうか、まあ、テントとかめちゃくちゃありますもんね。なんでまあなんか状況に合わせて、うん、環境に合わせてできるように、ね、入れ替えて、はい、じゃ比較的を使うものが入ってるというわけですね、はい、なるほど。いやランタンもここにずっと入れっぱなしなんです。あ、本当だ、あ、本当だ本当だ、かなり雑に入れてるんですけど。いやいやいや、あ、ペトロ、フィア、あ、でフィアハンド、ちっちゃいのもなんかまだ使ってないのがあります。何ですかそれ。買ってからどうした、どんなんです。はあ、キャンドル系、キャンドルランタン、へえ、あ、でこう吊り下げれるような、はあ、で2、3年前に買ったんですけど。あ、そうなんですか、ニュージーランド、はい、本当にあのいろいろポチポチするのがお好きなようで。あ、そうですね。沼にはまっちゃって気づいたら増えていくわけですね、はい。いやー、あの、いろいろとあの見せていただいていい、ありがとうございます。いい、とんでもないです。あの、また引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。